さらにこれバイク運転できちゃうのかな。あ、アムロ乗ります。ガンダムがバイクに乗ってるよ、ブライトさん。私は帰ってきた。というわけで、こんにちは、グリードです。ブラックオプス6にシーズン1が来まして、ウォーゾーンの方も大幅アップデートがされました。特にこのウォーゾーン、まあ無料のバトロワの方なんですけども、なんと BO6 だけではなく、前作、前々作の武器も使用することが可能です。このように、左上見ると、BO6、そして、モダン2、モダン3と、直近2作の武器がすべて使用可能になりました。いや、武器数がね、これで、とんでもないことになっております。戦いは数だよ、兄貴。さらにね、スキンの方も、モダン2、モダン3のものが使用できると。つまりだよ、これ。つまりですよ、これって、モダン3の時に来た、ガンダムコラボのスキンが、使えるってことじゃないですか？RX78 にガンダム、そしてガンダムエアリアル。なんかちょっと元気なさそうなの、なんなんだこれ。シャア専用ザク2すべて使用することができます。じゃあもうガンダムね、装備していきましょうか。え、これどう変わった？ガンダムだ！素晴らしいですね。うわー、これ嬉しいなー。これ BO6 でも使えないかな。いや、いいですね。これであと10年は戦えますね。思ったんですけど、これロードアウト。ね。これガンダムエアリアルの MTZ バンドル、ビームライフルですね。そして RX78 にガンダムのストライカーのビームライフルのバンドルを装備しまして、BO6 から近接武器が別枠になったんですよ。ということは、これ、ビームサーベルを別枠で持つことができると。今までだったら一つの武器の枠を潰して近接武器を持たないといけなかったんだけど、その必要がない。 BO6 の射撃場でビームライフルを使えるとは。で、ビームサーベルは、あ、そっか、射撃場だとサーベル出せないのか、近接武器。あ、もうこれ早速行くしかないですね。そうとなれば私も清掃で行かなくてはならない。悔しいけど僕も男なんだな。よっしゃ、やっていくぜ。あ、パラシュートということはこれ三人称視点にできる。おお、ガンダム大地に立つ。すごい、降りられるのかよって。あの、すいませんね、あの元ネタ知らない方本当にすいませんね。こういうの大体さ、なんかネタ言った後に元ネタを貼るっていうのが定番じゃないですか。ガエモの時にね、それやってね、ちょっと怒られまして、はい、ちょっとできないんですよね。さあ、僕のガンダムどこだ。端っこ、ちょっとなんで真ん中だろ、ガンダムは。なんで端っこなんだ。アムロ、行きまーす。新マップ、エリア99ですね。非常に狭い、ニュークタウンのウォーゾン版。多すぎるぞ、降りられるのかよ。まさにジャブロー降下作戦ですね、これね。さあ、まずは、モデル L。いいじゃん。強そうなの引いたんじゃないでしょうか。今回は、クワッドモード。ノラは全員ノラです。ん？ノラは全員知らない人ですね。さあ、味方が下でダウンしてますね。銃声も聞こえる。アムロ、向かいまーす！まずはお金を貯めて、しっかりとロードアウトね、ビームライフルゲットしていきたいところではありますが、味方がだいぶダウンしているな。ダウンダウンダウン。ナイスワン。フィニッシャーしたい。ちょっとフィニッシャーしたかったのに。あ、待って、フィニッシャーさせて。ちょ痛い。ダメだ、一旦倒そう。フィニッシャーのビームサーベルをお見舞いしたいんだがな。よし、まず一つ。あ、これあれか、このミッションはスパイドローンを壊せば、なんかアイテムもらえるっぽいね、お金と。これファンネル、ビット落としってことか。一つ、二つ、三つ、四つ。わー、これやりたかった、これやりたかった。あー、まあ殴れちゃった。どうしよう。ドローンをぶっ壊しましたけど、お金をゲットしただけかな。ファンネル落としも体験できるってことは、もうこれガンダムゲームですね、これ完全に。いや、ここまで、まだコラボは続いてたのか。これで、ガンダムのビームライフルと、エアリアルのビームライフルと、ガンダムのビームライフルが使えるようになりました。いいね。そして、あれ？ビームサーベルは？おー、ビームサーベル素晴らしい、最高だ。なんか投げナイフ持ってるとビームサーベル構えられなかったな。武器はないのか。武器はコックピットを狙わないと、コロニーに穴が開いてしまうからな。父さんは酸素欠乏症になってしまうから。アムロ、向かいまーす。上、一つ、二つ、強い強い強い。まだ終わらんよ。ほら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 、割ってる割ってる。もう一つ、まだ中にいますね。味方のカバー欲しい。応援を要請する。どこだ、この辺にいたはずだけど、まだ聞こえるぞ、銃声が。いや、ケツにいたっぽい。まずい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 。上もいんのか。ナイス、やばい、敵の位置がわからない。ララ、私を導いてくれ。
お、これ赤武器何これ。なるほど、ロードアウト武器は赤く表示されているって。赤い赤いシャーか、シャー UAV 要請。見える見えるぞ、私にも敵が見える。左にいるぞ、左に。これがニュータイプの力か。ちょっと多いな、ちょっと そんなに多いの聞いてない。ニュータイプそんな知らない。二人しか映ってなかったから、そんなにいるの聞いてないよ。でも安心です。このモードは味方が全滅しない限りは復活ができるので、まだ終わらんよ。さあ、私は帰ってきた。アムロ帰ってきた。さらに、僕のロードアウト。お、ビームライフル取るな、取るな、取るな、取るな。これは僕のだ。僕のガンダムだ。お、左二人赤点あるぞ。おっと、武器が変わってる、武器が変わってる。あれ？ビームライフル一個消えてるんだけど、ちょっと。これ味方が取っちゃったんじゃないの？これもしかして。なんか変なハンドガンになっちゃったんだけど。おい、どうしてくれるんだ？なんか、ここに赤点があるぞ。あ、ポーチか？これフィニッシャーしたいな。もうちょっと。ちょ、とどめの一撃したいんだよ。ちょっと死ぬんじゃない！オッケー。あー、ちょ、もう最悪！ちょっと、フィニッシャーしたいのにフィニッシャーさせてくれない。味方が格殺しちゃうんだけど。なんでわかんないかな。ほら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 、スヌープドッグ逃がすものかー。あ、ちょっと見えない、ちょもう一回もう一回、ワンモアチャンス。よし、次こそは。あ、ちょっとフィニッシャーしたいのにフィニッシャーできないんだけど。ちょっとね、ビームサーベルで切りたいんだけど、とどめの一撃だよ、とどめの一撃。まあ悲しいけど、これ戦争なのよね。あれ、残り4人じゃないか。もう早いね。アムロ運転します。ブーンブ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 ーン、すごい音が静か。ハイブリッドカーかな。行け UAV 見えるぞ、左下。ほら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 、おお、これがビームライフルの力なのか。あー、格殺しないで。だから、あ、復活させてる。え、バイクあるの？ちょっと待って、ここいるやん。よし行くぞ。おお、ちょっと見えないけど、まあいいでしょう。さらに、これバイク運転できちゃうのかな？あ、アムロ、乗ります。おー、すごい、ガンダムがバイクに乗ってるよ、ブライトさん。え、これ、あと一人じゃないですか？え、勝った？もしかして、あれ、圧倒的じゃないか、我が軍は。いやー、やりきりましたね。優勝も取れたし、まあ、親父が熱中するわけですわ、これは。それでは、任務、完了。なんか来た！オーケー、全滅？いいぞ！うちら勝てるよ、これ。あるあるある。ちょっとビームライフルではないのが尺だが。隣いるよ。強い。俺がガンダムだ、俺がガンダムだ。おお、すごい、これがガンダムの力なのか。